眠れるラジオ。叱ってほしいのコーナー、褒めてほしいのコーナーのスピンオフ企画でございます。僕に叱られたい方からのお便りが続々来ておりますので、読んでいきましょう。広島県お住まいのラジオネームいちさん、こんばんは。いつも楽しく聞いてます。期間限定コーナーと聞いたので送ります。パフェみたいなアイスを買って家族に内緒で1日3口ずつ食べています。1つしか買ってないので1人でこっそりと、ごめんなさい。あほら、もうみんなも食べたいでしょね。パフェみたいなアイス、1だけじゃなくてみんな食べたいから、みんなにも分けてあげてね。まあ独り占めしたくなる気持ちもまあ分かんなくはないけどね、なんか最近知ったんだけど、あのパフェってさ、パーフェクトのパフェなんだね。知らんくて、ね、パーフェクトなアイスということで。いいな、食べたいな俺も、パーフェクトなアイス。ちょっとアイス買ってこよう。はい、ありがとうございます。では次ね、埼玉県お住まいのラジオネームしずかちゃんさん、ガスケツさん、私を叱ってやってください。若かりし頃のお話です。当時彼がいたのにもかかわらず、毎週土曜日は合コン三昧、公務員、消防士、自衛隊などなどたくさんの方と飲み会をしていました。その中で声が何とも私のツボにはまり、顔はタイプではなかったのですが、あの頃 LINE もなく電話で話すことがとても嬉しかったのを覚えています。二人でも飲みに行き、酔った勢いでチューをしました。相手の方にも彼女がいたことも知っていたのでチューまででした。ずっと聞いていたいくらい、素敵な声だったことを覚えています。そんな単純に遊んでしまい、お互いお付き合いしていた人までいたのに、今でも忘れられない思い出です。二度と声に惚れることなどないと思っていましたが、ガスケツさんを YouTube で発見し、あの頃の記憶が蘇りました。今では3人の息子もいて毎日バタバタです。こんな若い頃はしゃいでいた私にお叱りの言葉をください。昔はイケボという言葉すらなかった時代ですが、今はガスケツさんの声に恋してます。ガスケツさんの声でお叱りの言葉をいただけたらもう幸せすぎます。どうかよろしくお願いします。お仕事も忙しいと思いますが、お体に気をつけて頑張ってください。静香ちゃんし、これ藤子ちゃんの言い方だね。静香ちゃんダメだよそれは。声がタイプだった、声がタイプね。声がタイプな人だとチューできるんですか。え、僕もチューしたいですけどね。チューしたいですけどね僕もね。ああだそうですか。でまあよく言うのはさ、若い頃遊んでた人の方がなんかこう結婚してから浮気しづらいみたいなことも言いますよね。なんかやっぱりこう若い頃はしゃいでないと、こう年取ってから遊び方とか覚えちゃうとちょっとこう浮気に走りがちだとか、なんとか、まあ人にもよるのかもしれないけどっていう話もね聞きますよね。いいんじゃないですか、過去、今しなければね。まあそんな話ではあるんで、きっとまあいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。ではね、次のお便りいきましょう。鹿児島県お住まいのラジオネーム、コメントにいるエロアイコンですさん。あいつね。こんばんは、ガスケツさん。僕は小学生の頃に嫌いな年下に、半分冗談半分殺意くらいのスピードで石を頭に投げ、軽い怪我をさせてしまいました。その後先生になんで投げたのと聞かれて、とっさに間違えて投げちゃいましたと嘘をついてしまいました。石を投げたのと嘘をついたのをめっちゃ怒ってほしいです。後でその子に土下座しました。ダメだよこれ、ダメよ、これダメです。
ね、これダメだよ。これあのいつもとはいえねっていうのがこの、ね、流れになってるけど、これとはいえじゃなくてダメ、これはダメね。もうダメだよ、もう石投げたりしたら。たとえ彼のことが嫌いでもダメだからね。ちょっと反省しましょうねまあでもいつもね、いつもあのコメントくれてありがとうね。はい、では次のお便り、香川県お住まいのラジオネームポンポコポンさん、こんばんは、いつもお世話になっております。期間限定お便りということで送らせていただきやす。私の叱ってほしいことは、仕事でよくミスをしてしまうことです。先方の資料を間違えてシュレッダーにかけそうになったり、とにかく私はおっちょこちょい超えてバカなんです。他にはコーヒーを間違えて事務所の床にぶちまけてしまったり、それとおっちょこちょいを直す方法を教えてください。いつも聞かせていただいてます。頑張ってください。ダメだな、もうちょこちょいはダメじゃないの、もうコーヒーね、シュレッダーダメだよ。資料間違えてシュレッダーにかけたら困るでしょね。ダメだ、こら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 ね。ただもうこれすげえわかるんだよな俺。いや俺もそう、おっちょこちょい、もうおっちょこちょいレベルじゃないかもしれない、俺の場合。おっちょこちょこちょこ、おっちょこ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 ちょいぐらいちょこちょいなんですね。居酒屋でバイトしてた時はもうひたすら皿割ってたし、おっちょこちょいはね治んないから、あのおっちょこちょいなりにうまく生きる方法を探した方がいい気がするな。なんかもう俺はおっちょこちょいだから、おっちょこちょいをしないためにはじゃあどうしたらいいかとか、コーヒーをこぼしちゃうんだったら、なんかそのコーヒーをおっちょこちょいなりにこぼさない方法考えるとかね。もうそれしかない。おっちょこちょいは一生治らない。ね、もうちょこちょい同士さ、ちょこちょい同士うまく生きる方法探そうぜな。ポンポコポンね、ポンポコポンはおっちょこちょいね、ポンポコポンはおっちょこちょい、なんかビートボックスみたいだね。ポンポコポン、ポンポコポンはおっちょこちょい、ポンポコポンはおっちょこちょいみたいなね。ちょ頑張りましょう。はい、ありがとうございます。さあということでね、あの叱られたいのコーナー次でね、ラストお便りでございます。さあ、宮城県お住まいのラジオネームゆうばんこさん、私は何事も長続きしません。健康にいいこと、美肌に効果があること、いろいろ飛びついてはなんだめんどくさいといつもこうなってしまいます。でも新発売限定品などにはすぐ飛びつきます。そしてまた飽きてしまいます。彼氏もそうです。素敵だなぁと思い、なんとなくお付き合いを始めると、最初は盛り上がって楽しいのですが、何回か会ってるとつまんなくなり、また次の彼氏がちょうどいい具合に現れるのです。そんな繰り返し、まあいいかなんて。ダメですね、こんな私叱ってください。ガスケツさんだけにしか話せません。あまりにお恥ずかしい、よろしくお願いします。はあ、彼氏ね、すぐ飽きちゃうの。ダメだよ、そんな。ダメだよ、そういう。その人の気持ちも考えてね。で、あれでしょ、もうあれでしょ、ガスケツの眠れるラジオもすぐ飽きちゃうでしょ。やめちゃう、もうみんなさ、まあ、ゆうわんこさんだけじゃなくさ、聞いてね、もう、あの、末長く。なんかあの、やっぱ難、ね、大変だよ、そんなずっと聞かせるなんて。こそは大変なことだって分かってるんだけど、やっぱ僕はみんなにずっと聞いてほしいよ、僕のラジオ。もうへそ曲げちゃう、本当に。ね、まあはい。でもまあ、なぜこの世の中に限定品とかさ、期間限定とかあるかっていうと、まあ、結局ね、そうやってゆうわんこさんみたいな感じで飛びつく人がもう世の中たくさんいるからってことだから、まあ、普通、そんな珍しいことでもないから、
ね、期間限定コーナーにも送ってるしね、みんなね。はい、ということで、鹿投資のコーナーね、こちらでラストになります。また期間限定で、ちょこちょこやろうかななんて思ってますので、その時はまた皆さん送っていただければなと思います。ということで、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは。そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで眠れた方、ぜひね、明日もこのラジオで寝落ちしてみてください。そして寝落ちてしまって聞けなかった部分なんかはね、明日の良き時間に、まあ、帰宅途中とか作業中とかね、いろんなタイミングで聞いていただければななんて、思っております。よろしくお願いいたします。はい、というわけですけれども、デブすごい寝て、ね、ぐっすり快眠、で、すいません、あのね、ガスケツの体調ももう、復活しましたので、皆さんすいませんね。なんかコメント欄でかなりね、ご心配、おかけしましてという感じでございますけれども。ちょっとコメント欄ね、読んでいきますけども、ポコパンさん、ガスケツさん、なんか少しいつもと違うなと感じます。頑張って声を張ってるみたいな。体調が悪いとき、気分が良くないときは休んでください。私たちはたくさんあるガスケツさんの過去動画を何度も聞き返して何度も笑い待ちますよ、大丈夫ですということで、ごめんありがとう。いやね、いやそうなんだけど、でもあのね、録音してたときはちょっとこう復活してたときだったのよ。まあ若干まだ具合悪かったけど、もうね、もう大丈夫、もう復活の F でございますので、はい、ごめんね、ありがとうね、みんな。はい、チンピラごぼうさん、そういえばいつの回か忘れてしまいましたが、占いのお話をしていた時、今年は8月がガスケツさんの恋愛運が一番上がるというようなことをおっしゃっていた気がするのですが、何か出会いや変化はありましたか？長々と失礼しました。これからも応援してます。ないですね。いや、出会いもクソもないっすからね。どうしたもんかね。いやでもなんかね、まあ、8月、9月、まだ9月あるからね。何かしらのチャンスはあるのかな。いや、わからんけど、まあ、そんな感じですわ。何もないっすね。いや、やっぱ皆さん本当に他コメント見ててもね、ちょっとご心配おかけしてたみたいで、いやでも全然もう大丈夫ですっていうか、やっぱ暖かいな、ケスナーは。本当にみんな暖かい、いい人ばっかり。なんでなんでとか言うとあれだけどさ、いや、やっぱな、ガスケツは周りの人間に恵まれてるなっていうのをね、もうここ数日すっごい実感してる。なんかね、本当にね、本当なんか、そこは本当に良かった。ちょっとこう自信喪失してたんだけど、いろいろあってなんかもういいよ、自信ないのはいいよ。ただまあね、周りの友人だったりとか仕事仲間とかね、ケスナーのみんなとかさ、もうなんかみんななんか優しいし、こう元気づけてくれるからさ、だったらもう周りの人間のために生きるぐらいでいいんじゃねえかなってね、ちょっと思ってきたね。それで結構前向きになれたっていうのはねありますね、僕は。皆さんありがとうございますね。はい、という感じでございますかね。はい、今日は何件ぐらいコメント来てんだ。
はい、その他ね、ウニニさん、エリさん、ムニエイチさん、ソラネクストさん、マナさん、クマさん、セリンゴさん、カナルテンさん、池町さん、チビチーさん、シリウスの星のかけらの女の子さん、イチさん、渡辺さん、ムクムクさん、ノリちゃんさん、ナナソラママさん、チンピラゴボさん言ったか、ムーニさん、エビチリさん、ユナユナさん、666666さん、ミミさん、ヒトデマン54世さん、ミセス羊さん、マーマレードさん、トモさん、キジさん、アキコさん、ノリカベさん、ノリカベタモツさん、ライパパさん、タラさん、としみいこさん、猫林くんのよかなラジオさん、匿名匿名さん、緑カエルさん、サイゴン M さん、のりちゃんさん、スラッシュハイフンさん、カフェオレさん、サンサさんさん、バクフンさん、カズミンさん、ユミンミさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りお待ちしております。お便りはですね、概要欄の方に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてもね、そちらの中に記載ありますので、そちら読んで送っていただければなと思います。はい、ということでね、しばらくヒーリング音楽をお聴きください。
ということでね、ぼちぼちお話をさせていただきますが、大丈夫でしょうかね。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めていくなんてことをね、毎回やっとるわけですけども、と、なんか先々週ぐらいかな、歯医者にさ行ってるっていう話をしたと思うんだけど、もともとその奥歯がすごい痛いから歯医者に行ってたんだけど、でもそれはもうとっくに治ったんだけど、なんかね、歯科衛生士さんが、歯周病の予備軍ですねって言われて、と思って、どういうことなんだろうと思ったら、聞いたら、このまま、ほっとくと歯周病になる恐れがある歯茎ですって言われて、と思って、なんかだからそのいわゆる歯周ポケットみたいなところになんか細菌が溜まってるかなんかって言われて、そのちょっと奥まで磨いてあげてくださいみたいな、で今から歯の磨き方を教えるので、ちょっと実践してくださいって言われて、俺電動歯ブラシを使ってるから、なんかその奥までこうなんか 歯と歯の間とかまでちゃんと磨けてない からかもしれないとか言われて、でちょっとこうレクチャー受けて、なんかもう本当にその歯ブラシの毛先をもうグッとこう歯と歯の間にグッと入れて、こちょ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 ってこう震わせるようにこう磨くみたいなのレクチャー受けて、でその間にもさすごいのよ、なんかもう血がすげえ出てくるの、これ大丈夫か、こんなんで本当にいいのと思ったんだけど、なんかその衛生士さん曰く、もうこの血は全部出してあげた方がいいんですよって、言うのでさ、あそうなんだと思って、これ悪い血なんですって、なんかこれ出してあげてくださいって言って、もう血を抜いて抜くぐらいの感じの方がいいと思いますって言われて、でレクチャーしてもらってさ、で血すげえ出てきてんだけど、まあこれはいいんですって言われて、あそうなんだと思って、でその日は一回帰って、たださ、なんか俺もさ、なんていうか体調悪かったからさ、サボってたのね、それを。もう、電動歯ブラシで、まあ、磨けてっからいいだろ、みたいな、ぐらいの気持ちで、全然やってなかったのね。本当に、2週間ぐらい、開けて、次の歯医者だったんだけど、本当に2、3回ぐらいしかその磨き方してなくて。で、また、久しぶりに歯医者行って、で、最初はこう、歯石を取ってもらって、でそっからなんかその歯科衛生士さんがすごいやっぱりまだすごい血が出てきちゃうので、ちょっと今から私の方で磨きます歯をって、でその人にその正しい方法で歯磨いてもらったんで、で、あやっぱすごい血出てきますねって言って、多分うまく磨けてないんじゃないですかねとか言われて、あ、そうなんですかっつって、やってないしな、サボってたしなと思いながら、で、もう全体的に磨き終わって、はいすいません、ちょっと今これ鏡をお渡しするので、今こんだけ血出てるんですよって言われて、こう見たら本当に何ボクシングのさ、人がさ顔殴られてさ、口の中血だらけになってる時あるじゃん。もうあんな感じになってて、口の中が。俺の口の中こんなにいらない血で溢れてたんだって思って、なんかすごいショッキングなレベルで、なんか、口の中血まみれなのよ。と思って。で、本当にね、今は歯周病にはなってないから、大丈夫なんですけど、歯周病になっちゃうと、もう本当に、歯がもうぐらついて抜けちゃったりとかもするから、ほんと気をつけてくださいって。いやもうさすがに20代のうちからさ歯何本かないわ、さすがに笑えねえと思って
もうちょっと怖くなって、今はもう朝はその磨き方で、まあ、夜は今まで通り普通に電動歯ブラシで夜は磨くけど、朝はしっかりこうクチュ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 っていう磨き方をしてやってますけども、本当に皆さんもねこれ気をつけてほしい。まさかこんなに歯茎がダメになってると思わなかった。本当にねこう歯磨いてる時にね、なんか血出んなっていう人は一回ちょっと歯医者の方に行ってみるのをおすすめします。うん、はいというお話でございました。ふつおた、富山県お住まいのラジオネーム黒さん、社会人1年目の21歳です。ひたすら電話を取る仕事をしていて、その仕事柄全国各地のいろんな人と話す機会があります。いろんな人と話す中でやはり八つ当たりのようなことで切れられてしまうことも時々あるんですが、怒鳴られるよりも冷静に淡々と詰められる方がメンタルに来るし怖いです。上司にも淡々と詰めてくるタイプの人がいてとても苦手です。そういうのってどうしたら体勢がつくと思いますか。まあこんなこと言いつつも毎日仕事は楽しくやらせてもらってるので、明日からも頑張ろうと思います。暑い日が続いているのでガスケツさんもご自愛ください。はい、ねえ、電話ね、僕も高校卒業して大学入るまでのちょっとした期間に番号案内のバイトをしたことがあって、117かな、あるじゃん電話番号教えてくれるやつ、あれをねやってた時期があって、なんかまあ楽しいっちゃ楽しい、楽しさはあったんだけど、まあ俺もその申し訳ない、なんかこんな お悩み相談みたいな感じなのに、俺はもう怒ってくるやつが嫌すぎて結構早めにやめた。なんか番号案内ってさ、あれなんだよね、なんかその全国から一つの拠点に電話かかってきたりするから、いろんな県から電話かかってくるのよ。そう、全国各地に拠点があるとかじゃなくて、でなんかそれで訛りがひどくて分かんない時とかあんのよ。で俺ほんと怒鳴られてめっちゃ理不尽だなと思ったのは、なんかおじいさんがシュナー、シュナーの電話番号教えて、シュナーって言うのよ。島ですかとかって聞き返すんだけど、ちげえよ、シュナーだよ、シュナーとかってめっちゃもう怒ってんの。もう、でも、怒れば怒るほどこう、相手大きな声出すから、もう割れちゃって声が、全然聞き取れなくて。で、なんか偉い人、上の人に来てもらって、シュナー、シュナーって言うんだけど、その人は聞き取れんの。あ、これ多分シュガーだわって言って、シュガーっていうお店調べて、あ、シュガーですねって言ったら、あ、そうだよみたいなね。なんかそんなことすごい多くて、なんかやっぱ怒ってんだよね、基本怒ってる人が多くて、やっぱそれでなんかもうすげえ嫌で、結構早々に辞めた記憶があるなそうそう、淡々と怒ってくる人も怖かったな。なんかこっちがなんか間違えちゃってみたいなね。いやー怖かったな。まあやっぱなんかずっと続けてる上の人たちはもう全然気にしないんだって。もうそんなことがあっても、だってこっち悪くないんだからみたいな、相手のそのね電波状況だったりとか鉛とかで聞き取れないの、そりゃそうだからあんまり気にしないでって言われたんだけど、もう俺はなんかそういうの嫌で、そういうのめちゃめちゃ嫌で、なんか気にしちゃう繊細な頃の、今より全然繊細な頃のガスケツなんで、ちょっと続かなかったね。だからまあ気にしないメンタリティを持つのが多分一番いいんだろうけどね。まあそんなこと言ってもなっていうね。はい、ということでね、まあ、頑張りすぎず頑張ってくださいね、富山の黒。はい、ということでありがとうございました。ということでね、眠れるラジオこれぐらいにしておきましょう。これでも眠れないよという方に関しましては、シャッフル睡眠法の動画ね、概要欄の方に貼っておきます。こちらめちゃめちゃ再生されてる、眠れる動画ですので、ぜひ、聞いていってください。他にもね、僕の朗読の動画だったり、あともう一本ラジオ聞くとかね、まあいろいろ方法はあるかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみ。